緑の中をゆっくり進み、私たちを六甲山上へと誘う六甲ケーブル。運行開始から今年で80周年を迎えました。しかしここまでの道のりは決して平坦なものではありませんでした。自然の猛威に襲われたのです。駅そのものが下の駅がなくなっちゃうっていう状況になったので、大きな出来事がたくさん起こっていて、それをまあ乗り越えての80年というところに非常に大きな意味があるのかなと。20年以上六甲山の観光事業に携わってきた上田仁さん。市街地と六甲山を結ぶケーブルカーにかける思いとは。昭和7年に産声を上げた六甲ケーブル。戦前のピーク時には年間100万人もの人が利用しました。昔の写真を見ますとね、もうこの駅前とかにこう人が、まあ、今でもゴールデンウィークとか溢れちゃうんですけど、おそらく毎週のようにそんなことになってたんじゃないかなというふうな、ちょっと悲しいですけど、昔はもっと賑わってたんだろうなと思いますね。まあ、今はもう本当にいろいろなアミューズメントが世の中にあるので、そういったことを忘れられてるかもしれないんですけどもね、本当にケーブルカーというのは乗ること自体が一つの楽しみだと思いますので、ぜひやっぱりそういう時代に戻したいなとは思いますね。六甲ケーブルの利用者は阪神・淡路大震災の発生後およそ28万人まで落ち込みました。まあ、危機感といいますかね、そういったものはもうずっと持ってましたですね。ずっと赤字が続くとやっぱり当然存続できないですからね。そういった状況に長くありましたから、その六甲ケーブルをどうするんだみたいな議論は正直ありましたですね。その後六甲ケーブルに転機が訪れました。登山ブームです。六甲ケーブルの利用者は徐々に増え、年間およそ40万人になりました。そこで上田さんは80周年の節目となる今年4月、六甲ケーブルの山上駅に六甲遊山案内所を設けました。まあ、山ガールっていう言葉に代表されるような若い女性とかですね、新しくというか初めて六甲山に上がってきましたっていうような方が増えてきているのかなと。六甲山の情報をほとんど持たずに上がってくれる方がおられますので、まずそのどこへ行こうというようなことのご案内もそうですし、六甲山はやっぱり身近な山なんですけど、やっぱりそのハイキングをするときには注意しなきゃいけないことたくさんありますし、で道もたくさんありますから、道に迷っちゃう人もいますし、そういったそのハイキングの本当の情報ですよね。ここへ来ていただくと、そういったことをきちっと説明できるスタッフが常にいてくれてますので、本当にここの役割は大きいと思いますね。スタッフはその日六甲山で開催されるイベントや見頃の植物なども観光客に紹介します。情報を逐一施設の方からいただいてますので、現地の生のその時の情報っていうのをお伝えできるので、ぜひたくさんの方に寄っていただきたいなと思ってます。来る時に寄られて、で帰る時にまた行ってきました楽しかったですとか、なんかそういう声を聞くとすごい楽しいですし、役に立ってここがあってよかったなっていう気持ちでいます。現在三条駅に隣接するギャラリーでは80周年を記念した写真展を開催しています。これは昭和42年水害に襲われた当時の写真です。その大きな災害いろいろあったんですけど、実は当社の従業員の方が亡くなっておられるのはその神戸の大水害その時なんですけれども、本当にもうそういった方もう全てその復興に携わった方、そういった方の力全部その上に今の80年があるわけですし、まあでも本当にそういう状況からでもその立ち直れるんだなという、そういうことをまた認識もさせてもらいますので、本当に励みになる80年かなと思いますね。六甲山の歴史にまた新たな一歩を踏み出した六甲ケーブル。かつての活気を取り戻したい。上田さんの挑戦は続きます。六甲山らしい楽しみ方というのをですね、充実させていきたいなと。これは山全体の事業者としてですね、
観光推進協議会としてそういう取り組みをしてまして、何度も来てもいろいろな楽しみ方があるというか、そういうふうな山になっていければなと思ってます。